ンチマはハンチマチマチンだからにゃん。は？え、本当に？ハンチマ、そうだよ、知らなかったの。ハンチマってハンチマチマチンで、まあ、宇宙のどっかにハンチマチマ星っていうのがあって、今、まあ、そんな感じだよ。え、最初、え、公式設定だよ、これ。何？え、そうなの？え、嘘でしょ、さすがに嘘でしょ。え、さすがに、だって嘘だよね。ハート。でもなんかなぜか公式は赤いハートの情報しか、うん、あの公式に書いてくれないから、うん、ハーチマも、うん、こう設定がね明らかにされていないんだよね。本当にそういうこと。ハーチマと赤いハートってさ別人なの？そうだよ、別人に決まってるから。ちょっと赤いハートに会いたい。赤いハートに合わせて3つ数字出てくる。赤いハートーハートー俺はハートに会いたいよ。出てくるわけないだろ、そんなに。なんでなんで、おはるーじしてよ。おはるーじ。おはるーじしないよ、やめろ。お願いだよ。一生ハートと合わせないようにしてやる。なんで。それでハートとかいう呼び方もやめろ。ハーチマはハーチマなんだ、うん。いや、私はハート固定だから。やっぱみんなおはるーじよりハーチマ派だもんね。いや、どっちもじゃない？俺はどっちのお前もアイス派じゃない？みんな。イケメンやん。イケメンでしょ。まつりちゃんと同じこと言ってんだけど。どういうこと？おはるーずが聞きたいって。ハートちゃんはどこなのって。いや、ちょっとなるよ、みんな。同じこと言ってんだから。いつ聞きてよ。俺のおはるーずどこなん？ダメか。そう、じゃあ敵だね。じゃあ敵だ。え？お前は敵や。お前赤いハートと敵対してるの？ハーチャマって、そういうことなん？そんなぁ。酔ってもうわけわかんないことになってきてる。いや、多分本当に覚えてない。覚えられないんだよね。記憶消えちゃうんだよね。いっぱい飲んじゃうと。